金が少なくなって短期がばかり増えていくと、銀行はその会社を信用してないということなもんですから、やはりどん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 資金が忙しくなって、やがて倒産する可能性があるということなんです。そして、実はじゃあ短期借入金で借りてていいのかっていう話なんです。短期借入金ということは短期で返さなくちゃいけないんです。だから短期で借りてるから、銀行が1年以内にね、短期借入金の期日があるから、それで返してくれって言われたら返さなくちゃいけない資金が短期借入金。多くの中小企業の経営者は短期は転がしだと思ってますけど、これは銀行がそれを認めてくれるから、銀行がそれを返してくれと言われたら返さなくちゃいけないのが短期借入金なわけ。今言ったように運転資金の元になる短期借入金って本当に短期で借りていいのかって話。例えば棚卸さんがありますね。棚卸さんって例えば新たにお店を出しました。そこに1000万の在庫を置きました。在庫資金として1000万借りました。そうするとその資金って短期で借りていいのか。短期で借れば、例えばそれを1年で返すとするならば100万からずつ減っていくわけ。でも在庫は減りますか？在庫は減らないんです。要するに売れたらまだ補充するもんですから、在庫は減らないのに、それを調達したのを短期で減っていったら、あっという間に資金はなくなってしまう。だから棚卸さんって実務的には長期で借りなくちゃいけない。銀行の理屈から言えば貸す方は短期です。借りる方は長期で借りないと資金が詰まります。もう一つ、売掛金と受け取り手形、支払い手形と買掛金。まあこれは分かりやすく言えば、メーカーで考えれば売掛金が1億、受け取り手形1億、支払い手形5000万、買掛金5000万、両方で売上債権2億、買掛債務1億、その差額1億円だとしますね。それ短期で借りたら短期で返せ。転がしなんていうのは銀行の一つの温情みたいなもんですから、どうなるか分かったらもんじゃない。ということは、売上がずっと同じならば、その1億円の再当負けはずっと続くわけです。それを短期に返しちゃったら、あっという間に資金がなくなります。だから、そういう再当負けも、棚卸さんも、実はこの資金っていうのは短期借入金で調達しちゃいけない。長期借入金で調達する。できるだけね、5年くらいで。そして5年で返済すれば、その返済した額っていうのは、何が元かというと、一つは損益資金とか、そういうのが元になるわけ。損益資金というのは儲けです。それも税引きの儲けが、その借入金の返済になっていくわけです。そういうことを社長が知らないと、何でも短期で買う。そうすると、どんどん長期が少なくなって短期が増えていく。と、どんどん資金繰りが苦しくなる。返済がまた返済を呼び、資金が苦しくなって、どういう状態になるかというと、長期が少なくなって短期がばかり増えていくと、銀行はその会社を信用してないということなもんですから、やはりどん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 資金が忙しくなって、やがて倒産する可能性があるということなんです。やはり原理原則に戻っていただきたいんです。長期借入金は約定です。だから約定だから5年で借りたら、ちゃんとそのね、60分の1ずつ返済すれば問題ないわけです。ところが短期借入金というのは、1年後にね、例えば1億円返しますよって言ったら、銀行が返してくれって言ったら、それを返さなくちゃいけないわけです。それが短期なわけです。だから経営者として会社を安全にしたいと、潰れない会社にしたいと、そういうふうに考える経営者は、まずできるだけ長期で、借りる。長期で借りて長期的に返済していけば、通常の営業キャッシュフローの中でお金を回すことができるわけです。だからここにも書いてありますように、まあ会社によってはね、売上が上がる月上がらない月いろいろありますから、季節変動的にね、例えばうちのお客様でも農薬を扱っている会社があるわけです。それも輸入なもんですから、そういう会社は売れるのがもう3、4、5、田植えのシーズンに近くなった時なもんですから、3、4、5、6あたりで売れるわけです。でも1年にわたってね、メーカーは製造するんで購入している。そうすると、もう、7月、8月、9月、10月、11、12と、1、2と、ずっと仕入れを続けるわけです。その資金っていうのは、いつ回収するかというと、4月、5月、6月で回収するわけです。ですから、その間、どんどん在庫が増えて、棚卸さんが増えていきます。でも、それは短期でいいんです。やがて、はっきりと、4月、5月、6月で売れた時には、返せるあてがあるもんですから。そんな、ね、短期的な変動に基づく資金の需要を長期で借りたったら、借りた分だけ資金の無駄っていうことが発生するものです。
ここで結論として申し上げたいのは、会社が考える運転資金と銀行が考える運転資金は違うんですよ。まずそれをしっかり認識していく。そして、銀行が考える運転資金は、経営者として見たときは、それは長期借り入れ金で、できるだけ調査する。そういういろんな機会があります。特に今回みたいなコロナの時には、ちょうどいい機会なんで、長期で借りておいて、短期があったらそれを返す最高の機会に、なってるわけです。今回のコロナでまだね、プラスの、資金の融資も出てきましたから、そうやって、気づきの、ね、返済額を少なくすることによって、キャッシュフローをしっかり持つ。そういう経営を心がけていただきたいと思います。以上です。